はい、どうも、みえへるおじさんです。まあ、なんかご飯食べる動画が見たいというリクエストがあったので、近所のスーパーで買った、まあ、ちっちゃいのイベントですね、桃の照り焼きを食べて、食べながらですね、まあ、おしゃべりしていこうかな、というところでございます。はい。ですね、まあ、なんだろうね、本当に、まあ、こういう動画、ニーズあるのかなと思いながら、よくよく考えたら、失敗小僧さん、サブちゃん、こんな感じですもんね。なので、まあ、ニーズゼロじゃないんやろなと思ってるんですけども、はい、食べながらちょっと喋ろうかなと思ってます。はい、どうなんでしょうね。まあ、どの範囲でこう、食べて喋ってやれたらいいのかっていうバランスがちょっとよくわからないんですけども、まあ、試し撮りというか、まあ、あかんかったら、まあ、次からあげへんっていうだけの話なんでですね。はい、おじさんの場合は、うわ、ついてもうた。はい。まあまあ、そんな感じでございます。いろんなことやっていこうというところでございます。ネタもね、なかなか毎日毎日動画投稿してたら、それはもうネタもなくなるわというようなところでございますし、はい。日頃から困ってるんでございますよ。だけど、まあ、再生が伸びたりね、広告収入がついて、まあ、ある程度、ちょっともらえるようになってきたらですね、まあ、これ幸いかなというところでやってございます。はい。で、まあ、そうですね。来年の目標とか、まあ、どうせまた、あれなんですよ。1月1日とかにね、多分、明けましておめでとうございますと一緒に、そんな話はすると思います。はい。これ、タラでございます。はい。うまっ。330円でね、やってくれるのは本当にありがたいと思います。近くにオリジン弁当があって、オリジン弁当の、海苔弁も多分290円くらいなんですけども、なちっちゃいタラが2つついててなんですけども、僕はこっちの方が好きですね。うん。食べ慣れてるっていうのもあるんですけども。まあ、時間帯になったら2割引きになったりするんでね。うん。まあ、まだ、言うて、YouTube で、4、500稼げるっていうわけでもないんで、仕事はまあ続けるという前提で、まあ仕事クビにならへん、チャンネルバンにならない、まあ YouTube バンにならない、それはまあ大前提の土台としてあって、で、その制約の中でどれだけ伸ばせるかなっていうところが、おじさんの腕の見せ所だと思うんで、やっていければなと思ってますし、今、個人的にちょっと熱いのは、ライブ配信ですかね。毎日夜だらだら配信してるんですけども、結構来てくれはって、で、まあ、お悩み相談とかも含めてね、まあ、無駄話もそうなんですけども、やってて、結構わちゃわちゃやれてるんで、まあ、これも続けれたらなと思ってます。はい。で、あとは、案件、とかですかね、なんかまあ、広告収入ってやっぱりたかが知れてるんですよ、今のおじさんでは。なので、個別のコンサルとか、まあ、お茶飲みとか。お茶飲みに関しては、まあ、おじさんも楽しいっていうのもあるんですよ。表で喋れる話じゃない話を裏でもできるんで、ぶっちゃけトーク的な感じで。で、まあ、おじさんキャバクラコンカフェ行くんですけども、まあ別に、キャバクラコンカフェで喋りたい、から言ってるんであって、それが別に僕は若いお姉ちゃんじゃなくても、話聞いてくれる人やったら結構満足できるんで。で、今やったら、結婚相談所の婚活パーティーとかに行って、喋ったら、マッチングできなくてもとりあえず4、5人とはバーバー喋れるわけですよね。で、今おじさん YouTuber っていう風に書いたらみんな食いついてくれてですね。まあ、別に YouTuber ではないんですけど、趣味 YouTube みたいなの書いたら、みんな食いついてくれてですね。結構受けがいいので、それだけでも結構気持ちよくなれるんですよ。なので、お茶してくれる人、昼飲みしてくれる人が、来てくれて、で、なおかつ、ちょこっとお小遣いもらえたりとか、伸び代をおごってくれたりとかしたら、それで嬉しいんで、だからその辺のところとかも、増やしていける。まあまあ、でも、あれなんですよね。予定いっぱい立っちゃうとなかなか難しいんですけどね。
バランスよく無理なくやれたらなと思ってます。はい、そうだな、なんていうんですかね、そうチャンネルがしぼむ感じは今のところしないんですよ。登録者も増えて再生時間も増えてるんで、なのでまずなんかいろんな方向性っていうんですかね、チャンネルの登録者が伸びる、にはどうしたらいいかっていうのと、収益が増えるためにどうしたらいいのかっていうのを、昔って多分広告単価も高かったから、チャンネル伸ばせばいいわみたいなところだったんですけども、そこがちょっと変わってきてて、多分広告収入だけで飯を食うっていうのは結構難しくなってきてると思うんです。なので、ただ、広告媒体としての YouTube っていうのはすごい有用だと思ってるので、登録者を伸ばすっていうのはまずいいんだと思うんですよね。と同時に自分の商品を売れるかどうか問題ですよね。だからおじさんであれば、相談に乗るとかコンサルティングとか、そういうのはあるんですけども、だからそれも、徐々に取っていけたらなぁというふうに思ってます。はい。まあ、コンサルティングって言っても、まあ、そのサラリーマンの延長線上でやってるような、サラリーマンとは別でね、趣味が高じてやってることなので、なんかそんな、10万も20万も取るぜっていう話ではないんですけども、まあ、特に YouTube コンサルに関しては、相場感僕全然知らなかったんですけど、結構取ってる会社が多いんですよね。なので、ちょっと、高めというか、まあ、相場の半額をマックスっていう形にして、一応設定はさせてもらってるんです。で、いうような形で、まあ、やってるんですけど、まあ、そこも探り探りですよね。もうおじさん自営業をやったことないんで、営業もしたことなければ。わかんないですよ。まあ、そこら辺は、なんていうんですかね。その、まあ、オンラインサロンビジネスというか、おじさんのことを、まあ、良かれと思って来てくれてる人が、まあ、ファンマーケティングって感じですかね。で、まあ、ちょっと生温かい目で見てもらって、おじさんと会えるんだ、プラス、なんかアドバイスもらえるんだ、ぐらいの感じで来てもらえたら、まあ、そんな、なんかたくさん取って、儲けてやろうみたいな感じはないんですけども、まあ、交通費と、その、かかった時間に対しての、まあ、日当って言ったらちょっとあれですけども、まあ、多少いただけたら、って感じですかね。さすがに登録者が2000人ぐらいになって、で、毎日配信してるでしょう。で、動画も毎日作ってるでしょう。なかなか、時間が取れないというか、いや、もちろんその作成時間とかは、その、たかが知れてるんですけども、ネタ考えんのマジで、困るんですよ、本当に。なので、その時間分を、あなたに提供しますよということなので、別に、ウブな14、15の男の子がね、恋愛経験ゼロやのに恋愛相談乗るとか、そのレベルじゃないんで、っていうところはね、思ってもらえたらなぁと思ってるんですよ。一応資格もね、一級ヘビ技能士 CFP っていうもの持ってて、で、まあ保険関係は強い、あとNISA、株式に関してもですね、まあ10億ぐらい売買してて破産するぐらいまでやってるんで、基本の気はちゃんと抑えてますと。で、まあ、兄さんのこういう銘柄がいいよ、証券口座こんなんがいいよとかっていうのも、ちゃんとアドバイスできますし。あとはまあ、うつ病関係ですよね。あっちのまあ、当事者目線でのまあ、話とかもできますし、というところで、あったからには絶対に満足させて帰るという心持ちではいます。その代わり1万も2万も取らないんで、なんていうんですかね。そこまで期待を持たないでくださいというところはあるですね。はい。そんなところかな。
まあでも人生何が起こるか分かんないですね。サラリーマンのレールから外れて、で、15年ぐらい今、窓際で、まあ、ほんまやったら、まあ、クビになってて、社会不適合者として、障害年金をもらって、生活しててもおかしくないんですよ。もう薬も15錠も飲んでるんで。なんですけれども、なんか株でいろいろ博打打ってみたり、で、その後 YouTube やってみたりして、お客さんというかフォロワーさんがついて、今、なんか結構楽しくやれてるっていうのが、人生わからんもんやなと思いますよね。だからこれが、それこそ、失敗小僧さんみたいに、10万人登録いきましたとかやったら、マジでなんかその、物語になるんじゃないかぐらい、自分の人生的には、納得感のあるものになるんかなと思ってるんですけどもね。その、うまくいきすぎると、みんなが羨むかもしれないですけども、面白くはないな、というところだと思うんですよ。まあもちろん、その、波っていうんですかね。いい時もあれば悪い時もあるなので、林修先生みたいに、まあ東大卒業して株で2000万吸って、で、どうしようもないから塾講師やって、今超有名になってるわけじゃないですか。だから高いところに登ってドボンしてまた成り上がるっていう、このストーリーがやっぱり皆さん分かりやすいと思うんですよ。見てる方もそうですし、やってる方もなんか人生をサバイブしてるなみたいな。立花隆さん的に言うと、なんていうんですか、肉食系の生き方ですと。だから、夢に向かってというか、その、今現状に満足せずにいろんなことをチャレンジですよね。できてる状況っていうのが、勝ちですと。その、失敗、成果として出てる出てない別としてね。挑戦しているという、その、ビーイングっていうんですかね。まあ、だから、点で見るんじゃなくて線で見るらしいんですけども。そういうチャレンジ精神を、忘れなかったところが、まあ、おじさんの唯一、なんていうんですかね、まあ、良かったというか、ところかなと思いますけどね。なんか本当に仕事ができない男のレッテルを貼られて60まで生きる自信がなかったんですよね。だから、病気になっても資格の勉強めっちゃ頑張りましたし、まあ別に資格を取ったから仕事ができるようになるわけじゃないんですけども、ねえ、何もせずに下向いてるよりかはまあ良かったなと今でも思います。たくさん資格取って、まあ特に一級ヘピー技能者 CFP 取ったことによって、まあこの人はなんか、頑張ればなんかできるんだ感。だからトイックもそうですよね。才能がないで片付けるには、多分、なんていうんですかね。もちろんセンスもあると思うんですけども、それが別にトイックであろうが、まあ、簿記であろうが何でもいいんですけども、ある程度の資格までは、努力でなんとかなるレベルってあると思ってるんですよ。トイック900はちょっとしんどいですよ。仮に英語で言えば。なんですけども、多分トイック700とか600は、頑張ればなんとかなるレベルなんですよ。で、まあ、そんなこと言ってるおじさんも、
結局高学歴だからそう言うんでしょうって言うかもしれないですけども、いやどうしようもないラインってやっぱありますからね。税理士会計士は僕の力ではどうしようもないですし、まあなんていうんですかね、まあ自分が決めたそのアッパーっていうところがあって、でまあその間をどこまで努力で詰められるかだと思うんですよ。でまあその世間的な水準で言ったらやっぱトイックの600とか簿記2級とかビジネスフォームの2級とかその2級レベルは努力でなんとかなると思うんで、で1級になるとやっぱりまあちゃんと頑張ったんだなっていうのもあるし、まあ適性もあるしというところだと思うんですけどね。だからまあ頑張れるところは頑張って、もう頑張ってなんかいろいろやったら自信につながりましょうしね。だから何かのそのきっかけ、立ち直るきっかけにはなったと思ってます。はい。まあ今も相変わらず薬漬けではありますけども、おじさんのこと楽しいなって言ってくれてる人がいるからなんとかやれてますし、生きててよかったなと思う次第でございます。はい。なんかまたそういう一年をね、来年も過ごせたらいいと思いますし、まあ、こんなおじさんを見て、まあ、私もいろいろあったけども、ちょっと頑張ってみようかな、みたいな。別になんか、成果を出せっていう話をしてるんじゃないんですよ。明日一日だけでもいいから頑張ろう、みたいな。カイジの大月班長の言うてるやつですね。今日だけ頑張るんだと。とりあえず、この、まあ、朝の1時間、もう無駄にしたかな、仕事を、あと、まあ、3時間で終わるけども、3時間のうちの、まあ、極端な話を言うたら、5分でも10分でもいいから、自分のフルスロットリっていうのを出せれば、多分明日に繋がると思うんですよ。あとはだってその時間をちょっとずつ伸ばせばよかったり、その瞬間、このタイミングでこの5分のフルスロットルをすることは効率的じゃなかったかもしれんから、その5分の使い方をどっか別のところで使ってみようとか、PDCA を回すきっかけになるんですよね。なので、だからそうやって自分で自信をつけてですね、新しいことにチャレンジするとか、新しいことが無理でも、今あるものを、パフォーマンスを上げるためにどうするかとかっていうのを考える。あるいはもうその仕事じゃなくてもいいじゃないですか。仕事でパフォーマンスを上げるなんてことはおじさんも考えてないんで、今。今、どっちかといったら仕事は、本当にまあ仕事行ったり休んだりして、YouTube ですよね。YouTube、TikTok、まあ、宅建もちょっと今、ごめんなさい、おざなりになってますけども、だからかけられるものがあって、でそこに対して、ちょっとでもこうコミットできるもの、コミットっていうんですかね、まあちょっと横文字言うたらわからないですけども、まあ、納得感の得られるものをですね作ったり、あるいはなんかそれきっかけでいろんな人と知り合ったり、世界が広がるみたいな、そういう方向に、力がつけれたらですね、なんか次何かをしようとするときに、その、残したものが自信になるんで、いいんちゃうかなというふうには思いますけどね。はい。まあ、ダメダメなおじさんの、まあ、独り言ですから、聞くも聞かんも話半分で聞いてもらったらいいと思うんですけども、おじさんも伊達にね、嫌な思い、どん底を、味わったわけではないんで、まあ、どん底って言っても一応会社がね、雇ってくれてるから、本当にそこの底ではないにしても、だいぶ、不遇な時代っていうのは過ごしてますから、はい。意識も朦朧としながら会社行ってた時期もたくさん、時間あるんで、10年近くは意識朦朧としながら行ってて、まあ、その中でなんかいろいろ、ね、まあ、辛いこともあったんで、
なおじさんが立ち直るためにはこうこうこういう風にしてっていうのはいろいろあるんでね。よかったら、まあ、話半分で、まあ、嘘やと思って、ちょっと5分だけ頑張るとかね。やってみてもらえたら、人生観も変わると思うんで、はい。人生逆転できるとは、おじさんも言いません。無理なもん無理なんで。でも、自分の納得感は絶対変わると思うんで、そういう感じで、いろいろ考えてみたらいかがでしょうか、というような、まあ、小話を飯食いながらね、だらだら喋っておりました。はい、以上です。